タレントの後藤真希、34、が6日、自身のインスタグラムを更新。黒のナイトブラ姿に反響が寄せられている。後藤真希、34、が6日、自身のインスタグラムを更新。黒のナイトブラ姿に反響が寄せられている。自身がネイチェリッチナイトブラのアンバサダーに就任したことを大告げし、黒のナイトブラ姿を写真を添え、最近スタイル維持のためにナイトブラをするようになったんですとコメント。ネイチェリッチナイトブラは2種類のパッド、昼用、夜用がついているから、寝る時だけでなく日常やトレーニング中など24時間使用できる。私は3枚を日頃着回しています。さらに着用すると姿勢が矯正され、スタイルが綺麗に見える、嬉しい機能も。よかったらネイチェリッチのナイトブラをチェックしてみてくださいね。と綴った。ネイチェリッチナイトブラのアンバサダーに就任したことを報告し、黒のナイトブラ姿を写真を添え、最近、スタイル維持のためにナイトブラをするようになったんです。とコメント。ネイチェリッチナイトブラは2種類のパッド、昼用、夜用がついているから、寝る時だけでなく、日常やトレーニング中など24時間使用できる。私は3枚を日頃着回しています。さらに着用すると姿勢が矯正され、スタイルが綺麗に見える、嬉しい機能も。よかったらネイチェリッチのナイトブラをチェックしてみてくださいね。と綴った。この投稿に、ごっちん綺麗。年取らない人を初めて見ました。マキちゃん可愛い、ナイスバディ、スタイル抜群、やっぱり美しいなど反響を呼んでいる。